言葉を選びな。知るか。やめとけよ。剣なんか抜いたら面倒なことになるぞ。そもそもかすり傷とはいえ、怪我したやつとやる気はねえ。俺はボルディオラの手を。文句があるなら怪我を治してから来い。逃げも隠れもしない。ほうほう。バカにしやがって。いい度胸だぜ。やれやれだな。ちょっと。やめろ。死にたいらしいな。頑張ろうかな。声で歌ってあげるわよ。一度だけ言うぞ。剣を収めろ。覚えてろよ。いや、すまなかった。頼みたい。お前たちのおかげで助かったよ。そんなことはない。すまん。世話になったな。
あれ？やあやあ、君たちですか。お変わりないようで何よりです。やれやれ。ああ、幸いにして追っ手は振り切れたみたいですよ。それにしてもどうです、この雪山風景、素晴らしいじゃないか。そうですね、今回の絵の依頼も決して余裕があるわけじゃないですからね。まあ、噂をすれば。ね、どうも。おう。奇妙だね。あ？うん。まずいな。画商からの条件が良すぎたから怪しいとは思ったんだけど。私のポリシーなんですけどね、人を傷つけるための道具を商いにしてる人とは関わりたくないんですよ。そんな商売で稼いだ金を受け取るわけにはいかないな。さっさとずらかるんですよ。私の絵がグローナグのメンツのために使われるなんて冗談じゃない。ありえないね。
まあいい加減な絵描きですが譲れない部分もあるものですから。ではこれにて失礼おば。あれ？やれやれ。ようかよ。武器商人なんかのために僕の絵を収めるのはごめんこうむります。悪く思わないでほしいですね。あ？まさしく。バカにしやがって。いい加減にしろよ。何しやがって。ありえないね。新たな出会いを探そう。頑張ります。いい声で歌ってあげるわよ。頑張ります。
おお。ともかくありがとう。こいつらが目を覚ます前に私は失礼しますよ。ではまた。あ、うん、わー。
震えたでしょ。そうだね。
声で歌ってあげるわよ。頑張ります、頑張ります。助かったぜ。あれ？頼めるか？師匠に俺の力を認めさせねえとな。俺の鍛えた体験はどうだジジイ、恐れ入っただろう。なんじゃと。なんだ？所詮こんなものよ。炉にくべちまうぞ。そうとも。
なんだと？そうじ。頭に来たぜ。なんじゃと。ちょっと。そうだね。じゃあな。なんかやばくない？
とした。そうじゃ。お前たちに頼みがある。何？俺をお前たちと一緒に連れて行ってくれ。厳しいぜ。世界にたくさんある鉱物の勉強から始めることにしたんだ。お前たちと世界を回った方が何かと便利だと思ってな。怒らくっちゃな。それじゃあ改めてよろしく頼むぜ。リアル一の鍛冶屋ゲイザーとは俺のことさ。まあ正確には近々そうなる予定だ。死にならねえ。そうじゃ。
なんだ？なんじゃと？炉にくべちまうぞ。ありえないわ。そうじゃな。何それ。そういや、はい、そしてそうじゃ。それから痛快至極よ。そうだ。なんじゃと。そうだ。決して叶わぬ相手ではない。ちとやりにくかったな。
んだと？達者でやり。厳しいぜ。痛快至極よ。再戦が楽しみじゃわい。発揮じゃな。まあそういうことじゃ。手伝うよ。それとさ、お、なんじゃと。痛快至極よ。ないわ。ちょっとマジ？楽しいぜ。いい